テゲバジャール宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦始まりました。 MC の一谷奈々です。この番組はテゲバことテゲバジャール宮崎の魅力をがっつり発信していく60分の番組です。本日も宮古シティ3階宮崎サンシャイン FM オープンスタジオから生放送でお送りしております。皆さんこんばんは。観覧もありがとうございます。さあそして今日も番組そして私をサポートしていただくべくこの方に来ていただいております。自己紹介お願いします。はい、皆さんこんばんは。テゲバジャール宮崎広報の黒瀬と申します。よろしくお願いします。お願いします。黒瀬さん今日なんか元気じゃないですか。はい、ここ2回ぐらい声ちっちゃいって言われたんで。誰に言われたんですか。奥さんに声ちっちゃいからもっと近くで喋ろうみたいな言われたんで、あと元気よく喋った方がいいって言われたんで、もうナイス奥様。え、なんか今大丈夫ですか。今ねめっちゃいい感じです。あ、わかりました、よかったです。でも番組が進むにつれて黒瀬さんはやっぱマイクとの距離がどんどん離れていってしまうので、まあ、前傾姿勢で今日も挑んでいただけたらわかりました、ちょうどいいかなと思います。わかりました、気をつけます。ここってオープンスタジオじゃないですか、はい、で隣がテゲバの事務所じゃないですか、はい、なので結構お昼にね私ラジオさせていただくとテゲバのスタッフさんたちが通ることがあるんですよ。あ、まあ、そうですね。そう、二村社長も通りますし、はい、黒瀬さんも通りますし、その中で一番笑顔でこっち見てくれるの誰だと思いますか。俺ですか。あー、黒瀬さんは違います。黒瀬さんは割とちょっとクールっぽい感じで通り過ぎていきません。どちらかというとなんかあ、あ、みたいな会釈をしてくれるんですよ。だけどちょっと気取った感じで。いや、あれだってオンエア中になんか話しかけたらいけないかなっていう、はい、あ、いいんすか、あれ。いいんですよ、そのための窓ですから。あ、いいんですね。嫌な時は無視しますし、こっちも。わかりました。一番ニコニコ通り過ぎていってくれるのは、はい、今年から入られた池田さんです。そうなんですね。池田さん、一度番組にもね来ていただいたじゃないですか。映像とかも作ったりされてる、ね、はい、池田さんはねすごいニコニコ通り過ぎていくんですよ。こっちもなんか笑っちゃうようなね。愛想がいいですからね。あ、いや素敵ですね、はい、皆さん、まあ、皆さんお忙しそうにねいつも動き回られているのであれですけど。じゃあ次はしっかり笑顔で通ります、はい、待ってますよ。本当でも今日もたくさん観覧の方来ていただいておりますね。ありがとうございます。めちゃくちゃ多いですね、やっぱり。いや平日ですよね、今日も普通に平日のこの8時から。え、お仕事終わりの方。あ、ほぼほぼですね。そうですよね。いや、ありがたいですね。この観覧を楽しみに今日頑張った方とかいらっしゃいますか。めちゃくちゃいるじゃないですか。嬉しいですね、頑張っていきましょう。いや、そうですね。そしてですね、この番組では、ハッシュタグテゲバで皆さんからいろいろとつぶやいていただいてリアクションなどもね拾っていきながらお送りしているんですけれども、トッツさん、ハッシュタグテゲバで黒瀬さんがどんどん饒舌になっていくと早速つぶやいていただいております。いや、ありがとうございます。じゃあ番組に出始めていただいて2ヶ月ん3ヶ月経ってないぐらいです。いや、そんな経ってないんじゃないですか。いつまで鈴木さんって言ったんだっけ。1月は今知ったよね。1月言いました。1月言いましたよね、はい、ちょっとやっぱ慣れてもきました。いや、もう脇汗やばいですよ毎回。そうなんですね。じゃああんま見ないようにしてきます。緊張します。はい、みたいな感じでたくさん今日ハッシュタグテゲバでつぶやいていただいて選手のトークのねリアクションなんかも拾っていけたらと思います。そして番組ではテゲバサポーターのあなた、まだそうではないあなたからの質問やメッセージお待ちしています。宛先はリクエストアットマークsanfm.co.jp、 サンシャイン FM が聴けるスマートフォン専用アプリ FM プラプラからは簡単にメッセージをお送りいただけます。無料アプリなのでアルファベットで FM、 カタカナでプラプラと検索してぜひインストールしてください。そしてツイッター限定ハッシュタグ勝手に1曲目予想へ参加の方は番組1曲目に流れる曲を予想してつぶやいてください。こちらはですね、まあ、この後の1曲目を予想して当てるというゲームなんですけれども、当たった方にはスタッフが自腹で購入しましたステッカーをねサインを入れてお送りさせていただいております。今日まだ参加できなかった方はぜひ次回ねエントリーしていただけたらと思います。こちらは番組開始までの参加となりますのでご了承ください。本日の1曲目まで間もなくです。では今日も60分お付き合いよろしくお願いします。テゲバジャール宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦、
この番組はテゲバジャーロ宮崎を全力で応援する新富町宮古シティ有限会社コギトの提供でお送りします。皆さん、新富町といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバ。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。Tirar a la puerta. Gol. Marcar un gol. Gol, 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 gol. Gol, gol. Golazo. Queremos ver muchos goles de Teje Bájaro. Cogito está apoyando a Teje Bájaro Miyazaki. テゲバレイディオ J での挑戦。ここからはテゲバプレイバックということで、ゲスト選手と一緒に、試合を振り返っていくコーナーをお届けしてまいります。早速今日のゲストプレイヤーに登場していただきましょう。フォワード、テゲバの攻撃陣を引っ張るワイルドなユーティリティアタッカー、背番号16、石津大輔選手。こんばんは、よろしくお願いします。そしてフォワード、なにわの若きストライカーが宮崎で見せる、背番号42、南野晴美選手。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。今日は前節でも大活躍だったね、お二人に登場していただいております。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、まずは1曲目予想の振り返りだけ。奈々ちゃん、南野さん卒業おめでとうという紙が出てますね。ありがとうございます。1曲目予想からね、いきたいと思うんですけれども、今日は尾崎豊の卒業でございました。理由といたしましては、私、明日卒業式でございますということで、ありがとうございます。テゲバに関係ないじゃんと思われた方もいらっしゃるかもしれないんですが、これは私が決めてるわけではないので、すいません、ありがとうございます。ということで、こちら正解者の方がいらっしゃりますよね。あれ、いるのかな。ちょっとまだ確認できていないんですが、これはいるのかな。いらっしゃったらこの方に、サンシャイン FM のツイッターの方から連絡いきますので、公式ツイッターのお返事をしていただいて、ステッカーを受け取ってください。いなかったらダブルチャンスが発動するんですけど、どうなのかな、ちょっと後ほど確認していきたいと思います。さあ、ということで、まずはテゲバプレイバックの方いきたいと思います。今日は3月19日に行われた明治安田生命 J3 リーグ第3節、テゲバジャーロ宮崎対福島ユナイテッド FC との試合をプレイバックします。スターティングメンバーは、ゴールキーパー清水、ディフェンダー青山、西岡、真鍋、大熊、ミッドフィールダー下沢、江口、永田、石津、フォワード青戸、橋本でした。開幕から2連敗で迎えた今シーズン初のアウェーゲームです。この試合も前節からスタメンを入れ替えて挑みました。石津選手は加入後初スタメン、そして南野選手はベンチからのスタートとなりましたけれども、石津選手スタメン入り発表された時の心境はいかがでしたか。はい、いや、まあ本当に嬉しかったですし、まあ、このチャンス、本当にものにしないといけないなと思って、まあ、でも本当リラックスした状態で入りましたね。はい、ありがとうございます。福島は宮崎に比べてとても寒かったのではないかなと思うんですけれども、では南野選手から見てチームのコンディションだったり雰囲気っていうのはいかがでしたでしょうか。まあ、チームが負けて2連敗スタートしたんですけど、その福島との試合の週は練習からも結構雰囲気も良くて、まあ、勝たないといけないっていうあれ、その圧もありましたけど、はい、結構なんていうか、いけるんじゃないかっていう雰囲気は結構出てたんで。そうなんですね。はい、前向きではありました、ね、
はい、まあ、プレッシャーもあったでしょうが前向きな姿勢で挑まれたということで、黒瀬さんちなみにこの試合はどちらでご覧になっていましたか？自分は帯同しなかったんで、はい、宮崎で、あ、そうなんですね、ダゾーンで、はい、見てました、はい、じゃあ黒瀬さんはサポーターの皆さんと同じような感覚でぜひコメントいただけたらと思います、はい、では振り返っていきます。開幕からの2試合に比べるとこの試合は前半からよりアグレッシブな姿勢が見えるテゲバ、効果的なプレスや連携の取れた動きで得点を狙います。また前線に高さのある青戸選手、橋本選手が入ったことで起点にもなり、15分には青戸選手の惜しいシュート、さらに連続したセットプレーでもチャンスを作ります。また中盤では玉際でも相手に勝つ場面が多く、得点こそは挙げられませんでしたが、いいペースで前半を0対0で折り返します。ということで石津選手、はい、あの決定機も多かったように感じた前半ですけれども、はい、まあ、ピッチでの感触というかいかがでしたか？まずあの試合が始まる前に、あ、これも勝ったな、勝てるなって思ったちょっとシーンがありまして、お、あの試合始まる前に集合写真撮るじゃないですか。撮りますね。でこの1節目はまあ上から自分見てたんで分かんないですけど、2節目ベンチ入って、普通写真撮影の時ってなんか数えるんですよ、うんうん、5、4、3、2、1みたいな。でもそれ大きな声で数えて、はい、ちょっと盛り上げていくみたいな、うんうん、でもそれがこっち来てなかったんで、お、まあ、その福島戦スタメンってなって、はい、でその役をちょっとそれをしないなといけないと思ったので、あの永田選手にちょっと その役を渡したんですけど、はい、すごいいい掛け声を出してくれて、普通だったら5、4、3、2、1だけなんですけど、はい、その前になんか一言文章言ったんですよ。ちなみになんて言ったんですか？全然覚えてないですけど全然覚えてないですけど、 またそれがなんかやっぱすごいいい雰囲気に持っていってくれたなって思って、はい、もう試合前にグッとなんかなった感じがあったので、まあいけるんじゃないかなって思いましたね。結構ムードメーカー的存在なんですかね、永田選手がですか、ね、うん、そうムードメーカーまあいじられて、うんうん、まあ、一発芸とかもやってくれますし、はい、でもなんかそのカウントダウンこう気づいて石津選手がまあこうやってよって言ったわけじゃないですか、はいはいはい、やっぱそういう雰囲気作りって試合の上では大事なんです、はい、そうですね、まあ、アップからもすごい雰囲気良かったですし、うん、でさらにその掛け声というか写真撮影のあれですごいグッとなった感じは本当に自分自身あったので、そういうところから、まあ、変えれたらなっていうふうには試合前から思ってました。はい、はい、で前半なんですが、まあ、石津選手結構こうどっしりとというか全体見てるなというような感じがあったんですけれども、はい、実際戦ってどうでしたか？そうですね、まあ本当にピンチもそんななく、まあ、自分たちが、うん、支配できてた試合だったのかなと思いますし、うん、まあ、前半のうちに点が取れてたらもっと楽な展開には持ち込めれてたと思うんですけど、でも本当ここ最近じゃ、まあ、一番いい入りができたんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。南野選手前半外から見ていて、はい、こうどう感じましたか？まあ、チャンス作れてて、どういう形からチャンス作れてるかっていうのを外から見て、うんうん、結構、ね、客観的には見えてたんで、はい、まあ、チャンスは来ると、で自分が出たタイミングで一発決めれば持っていけるなと思ったんですけど、何回か相手にチャンスがあって、それさえしのげばこっちにチャンスは、あの勝利のチャンスはあるかなって思ってて、まあ、0-0 の展開っていうのは結構、まあ、ベンチのフォワードとしては美味しいかなって思ってましたね。まあ、1-0 でも楽ですし、はい、まあ、最悪その失点がなければ全然持っていけるかなと思ってました。はい、ありがとうございます、はい、では後半です。後半何としても初得点、そして初勝利を、前半からの勢いそのままに攻め込むテゲバ、しかし福島の堅い守りに跳ね返されスコアが動かない中、石津選手、橋本選手に代わり山崎選手、そして南野選手がピッチへ、この時の心境をぜひ教えてください。なんか点決まってなかったんで、まあ、点決めないです、勝てないんで、まあ、ここで僕が点決めてチーム勝たせるっていう、
あと山崎選手と話してたのは、はい、ここで俺らはヒーローになるチャンスやなっていうのを話してて、その真ん中で、うん、でまあそのチャンスをずっと狙ってたっていうのが自分の中での心境ですね。はい、はい、ありがとうございます。交代でピッチに入った選手がいきなりチャンスを作ります。南野選手が早々に放ったシュートのこぼれ球に山崎選手が反応、しかしここは惜しくもゴールならず。そして74分でした。この試合右サイドを何度も駆け上がっていた青山選手がドリブルで相手ディフェンダーと競り合いながらもマイナスのクロスを入れると、右足で合わせたのは南野選手。これが見事に決まり、テゲバが先制。南野選手は J 初ゴール、そしてテゲバ今シーズンの初ゴールとなりました。ゴール後アウェーに駆けつけたサポーターの前へ行く姿もね、非常に印象的でしたけれども、このゴールを振り返っていただけますか。僕は結構試合で起きたことってすぐ忘れてしまうんですけど、あの僕がその試合終わってあの映像を見た時に、やっぱまず1個目のポイントが、中津選手があのどっちに転がるかわからないボールをマイボールにしてつなげてくれたのが1つ で、はい、でそこで青山選手が突破してくれたことが2つ目で、で青戸選手があの相手ディフェンダーをニアに連れ込んだっていう動きがあって、うん、でそれが3つ目 で4つ目があのいいボールをくれたっていうのがあって、まあ、やっぱチームがそういう自分の個人の仕事をしてつなげてくれたんで、とてもいいゴールになったかなって思いました。本当みんなでつないだゴールだったと思うんですけれども、はい、やっぱこう目の前に来た瞬間って緊張したりとかしないんですか。まあ普段結構、まあ、緊張することもあるんですけど、あのサッカーやってる人の方が多分あのシュート難しいって思うと思うんですけど、まあ、あの瞬間は、まあ、インタビューでも何回か答えたんですけど、時が止まってるっていうか、ゆっくり流れてるような感覚があって、まあ、それは集中してたっていうのもありますし、心整えてたっていうのが一番良かったなって思って、はい、で、まあ、来たボールをあの当てる、吹かさないように当てるっていうのをずっと意識してあの瞬間切り込みました。はい、石津選手、南野選手がついにやりましたけれども、はい、ご覧になってどうでしたか。いやまあ今言われたように心が整ってるって言われたんですけど、これはもう自分のおかげでしかないかなっていうふうに思ってますね。はい、いやちょっとね、このお二人の関係性、はい、皆さん気になりますよね。この後しっかり深掘りしていくので、はい、少々お待ちください、はい。そして先制後は福島が攻勢に出てきますが、この日スタメンに入ったゴールキーパー清水選手のファインセーブ、さらには全員で粘り強く守る時間が続きます。今シーズンの初勝利をつかむために最後の1秒まで戦い抜いたテゲバ、そして試合終了のホイッスル1対0で見事今シーズン初勝利を挙げました。さあ石津選手、はい、今シーズン初勝利ですけれども振り返っていかがですか。やっぱ本当もう何にも変えれない、もう最高の瞬間だなっていうふうにはやっぱ思いましたね。はい、はい、南野選手、忘れられない試合なんじゃないかと思いますけれども、この試合全体振り返っていかがでしょう。まあ僕はベンチスタートだったんですけど、まあ、試合決めるっていう気持ちでこの試合臨んでたんで、それがまあ結果としてあの現れたっていうのはすごく嬉しかったですし、試合前のその週にあの石津選手からあの初ゴールはやっぱ忘れられへんよねっていうのを話してて、まあ僕には、まあ、僕点決めてなかったんでその感情わかんないし、あのプロ何年もやってる選手から言われて、あの決めてなかったんで、まあ、今日決めれ、あ今日っていうか今週決めることができて、これがまあ一緒に忘れられないゴールになるんかなって思いました。はい、ありがとうございます。黒瀬さんは今回はまあ映像でご覧になったということですけれども、はい、まあ、黒瀬さんの思うこの試合の勝利のポイントは何だったと思いますか。ポイントすか、この2人かなとすごい、あ本当ですね。本当そうですよ、うん、あの皆さん、まあ、決勝点決めたって言うんですけど、石津選手も言ってたんですけど、あの石津選手が入って雰囲気がガラッと変わったとスタッフが言っておりまして、本当にそれは、まあ、さっきも話してたようなこう声かけだったりってことですかね。はい、なんか結構声かける
ですよね。俺リスさんのそこまで知らなかったんですけど、うん、結構チームの雰囲気をより良い方向に持っていってくれたみたいな。よかった危ない、ただのうるさいやつかなと思って。いやいやいや、なんか言ってて、あ、よかったな。それ、うん、そうですね、まあ、そこだけじゃなくて、まあ、自分プレー見ててみんなの分かると思うんですけど、めちゃくちゃ嫌なところにポジション取るんですよね、うん、相手からすると多分自分が守備してたら本当にやめてくれよみたいな、うん、で結構相手も守備で蹴らしてファール結構多かったりしてて、あれが本当に本当にもう2人が勝利導いてくれたかなと思ってます、はい、ありがとうございます、ということで次節です。3月26日アウェーで松本山雅 FC との一戦となります。では意気込みを南野選手から聞かせていただいてもいいですか。はい、まあ、得点もしましたし、まあ、気持ち的にも結構あのいい状態で迎えるっていうのは事実で、でマークが厳しくなるのも多分事実だと思うんですけど、そこでまあ結果残せるかっていうのがあの僕の選手としての価値かなと思うんで、やっぱり2試合連続得点目指して、でそしてそれをチームの勝利につなげられるように頑張りたいと思います。はい、期待しております。では石津選手からもいいですか。そうですね、やっぱあのスタジアムは本当に雰囲気が素晴らしいので、そのサポーターを勝って黙らす、まあなんていうんですかね、黙らしたいなというふうには思います。はい、ありがとうございます。サポーターの皆さん、全力で熱い熱い応援をよろしくお願いします。以上テギバプレイバックでした。といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバ。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。テゲバフェイス。全力応援番組テゲバレイディオ JJ の挑戦、ここからテゲバフェイスということで選手の素顔に迫っていきたいと思います。まずはですね、メールがいろいろ届いているのでご紹介していこうと思います。ラジオネームテゲバ大好きトミーさんからいただいております。ありがとうございます。はるみさん、前の試合のゴール最高でした。落ち着いて流し込んだ感じですごい、チーム初得点やったしアドレナリン出っ放し、松本戦も期待しています。そして石津さん、渋くてかっこいいですね。いや、サッカーのことじゃないですよ顔なんですね。これから得点バンバン期待しています。近いきます、はい。続いて月のしずくさんです。初勝利の日初めて試合を見に行きましたが、お二人ともガタイがいい、冷蔵庫が2つある感じでびっくりしました。試合も面白かったです。すごい例えですね、初めて聞きました。冷蔈庫冷蔵庫今2台ある感じなんですかね。褒めてるんですよ。続いてラジオネームゆうじさんからいただいております。石津選手、南野選手、こんばんは。こんばんは。初勝利ありがとうございます。とても嬉しかったです。次節の松本山雅戦です。松本山雅はホーム開幕戦でかなり気合い入ってると思います。アルミンにはたくさんの松本さんのスターが駆けつけると思いますが、石津選手のスルーパスから南野選手の2試合連続ゴールで黙らせましょう。ダゾンで応援します。いいっすね、アルウィンじゃない、アルウィンしっかり拾っていく。いいっすね。ちょっとすごいやね、曲の間に教えてもらってた発音をね、アルウィン、アルウィン、アルウィンらしいです、はい、アルウィンっていいっすね。
アルウィン宮崎いいですね。まあいろいろメールも来てますので後ほどご紹介していこうかなと思います。ということでここからはテギバフェイス、今回も一谷から選手へ聞きたい7つの質問をね準備してるんですけれども、その前にちょっとお二人のこのなんかなんでしょう、なんかあったのみたいな関係性ですよ。まず触れていいですか。かなり親密ですよね。そうですね。親密ってか、親密、はあ、だってですよ、はい、あのお二人それぞれ Q シートお渡ししてるんですけど、はい、なんで二人で一つのを見られてるんですか。なんでご自身なの。俺なのこれ多分。俺はもう、もうね、俺はもういらもう、ね、見なくても。なんかね、それぞれに準備してるのにずっと同じものを使われてたりとか、はい、えっていうシーンがいろいろあるんですけど。ほんとピッチ内はもちろんですけど、ピッチ外でこんなに、はい、一緒にいるんだとは、もう俺もびっくりしてるですよね。間違いない。なんか聞くところによると、はい、お母さんより一緒にいる。なんかそう思ってさっき言われましたけど。南野選手にとってじゃあ石津選手はどういう存在なんですか。どういう存在。最初はまあプロ1年目やったんでわからないこと聞いてたら、それがなんかどん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 何聞きまくってたらこんな感じになりました。おお、石井さんが面倒見んすよね。いやまあどうなんすかね。ちょっと可愛いんですかやっぱ。おお、まあ、可愛いんじゃないですかね。ありがとう。ありがとう。はい。でももう結構序盤からもうグイグイ来てましたね、はい、いや早かったっすよこの入ってくる感じが。なるほど。違うね、はい、いや違うね。最初、はい、集まった時に、うん、めちゃめちゃ喋あのなんか何更衣室みたいなとこが2つなんか分かれてるような分かれてないようなみたいなあって、はい、で僕と石津選手が逆にいたんです。逆側の部屋にいて、うんうん、はい、で僕結構静かにしてたんですけど隣からめっちゃ喋り声聞こえて、したら中心におったんが石津選手で、あこの人すごいなと思って、で元々おった選手かなって思ったんですけど、いや違うよなと思ってで調べたら、あの今年加入してきたのにもうこんな馴染んでて、いややばいなと思って最初ちょっとね、あの距離は置いてました。あ、距離は置いてたんですね、はい、最初は。そこからしかもなんかジェルも固めてでなんか顔も濃くてちょっといかつい人やから、あこの人関わったらやばいかなと思った最初は、ね、めっちゃ警戒してるじゃないですか最初は、うん、ガードから入ってたんで、うんうん、そのガードをこじ開けたのは何だったんですか、はい、多分あの何何や何やったっけ、よわからんよ違いで何がきっかけだったんですかね。なんかやっぱポジションも近かったし話す回数は多かったですね。その流れで、うん、はあ、ちなみに今日は一緒に来られたってことで。はい、もちろん、はい、自分があの石津タクシー使って、はい、運転手なんで。あ、そうなんですね、はあ、逆です、はい、本当は逆なんですけどあの免許は。免許ないです、はい、ないそうですよね、はい、動けないですよね、車がないと。利用しているということで、はい、石津タクシー利用してます、はい、ちなみにさっきちょっと情報として今頑張ってらっしゃるというのを聞いたんですけど、はい、もう昨日を初めて、はい、車に乗りました教習所ね、教習所の、 あの技能教習一発目は昨日を初めて行いました。どうでした。まず初めてやのに夜で雨でバッドコンディション確かに昨日は ね、確かにそうやね、そうやだね、けどそれをあの何言い訳にせず僕はポジティブに頑張りましたおちょっと早く免許取っていただいて、はい、石津選手をね乗せないと。そうですね、でも最初は乗りたくないですよね怖いですよね、預けれないですよね、うちはまだ間違いない、俺もう無理っす。でもね、最初に助手席に乗る人ってやっぱ大事ですから、そこはやっぱそこが俺なんすねいいんじゃないかなって私は見てて思いましたけれども。そうですね、そうですね、ちょっとサッカーの話もしていいでしょうか、しましょうか、ね、では7つの質問やっていこうかと思うんですけれども、はいはい、まあ、お二人新加入選手ということでちょっとこうテゲバへのイメージだったり印象みたいなのもお聞きしたいなと思うんですが、ちなみにこう加入前
手際のことをこう認識とかってされてましたか？いや、去年自分は対戦したんで。そうですよね、はい、もちろん。どういう印象でしたか？いや、もう全員がやっぱひたむきにすごい頑張ってくるチームだなって、うん、まあ、はい、思いましたね、はいはい。そしてまあ実際加入したわけですけれども、まあ、ギャップとかってあったりしました？いや、結構そのままっていうか、みんなすごい真面目だなって思いましたね。だから、はい、自分みたいなこういうちょっと癖あるのもちょっと大事かなと今自分の、はい、思い込んでます。なるほど、はい、なるほど。実際真面目じゃないですか？いや、まあ自分では真面目と思ってるけど。ちなみに今日私たちちょっと差し入れまでいただいて、いや、そうです、これ個人的 にすいません、しず選手、ごちそうさまです。ラジオで言うことじゃないです。恥ずかしいんですよ。それはありがとうございます。やめてください、やめてください。さて、南野選手はテケバの加入前の印象とかいかがでしたか？これマジな話なんですけど、僕がガンバユースの寮で、あのチームメイト の、まあ、選手がとあの話してて、はい、あのテゲバめちゃくちゃいいよねっていう話になってて、それ多分 3位になった、はいはい、あのこともあって、うん、で、あの G3 の試合も、まあ、たまに見たりとかしてて、でいいサッカーするっていうのを話してたのは、これはマジの話なんですけど、でまさかそのチームに加入することは思ってなかったですけど、うん、まあ、加入してからの印象っていうのは、みんなとてもハングリーで、まあ、上目指してるっていうのもやっぱありますし、うん、なんていうの、まあ、まあ、それこそ筋トレとかも毎日、うん、行ったらジムに行ったら誰かしらおるしみたいな、すごい真面目で すごいなって思います。はい、ありがとうございます。まあ、お二人は新加入ではありますが、もうここ3節非常に活躍をしていただいておりまして、そんなお二人のこうプレーの強みといいますか、ユニスタではここを見てほしいみたいなポイントがあったら、ぜひじゃあ石津選手から教えてください。いや、もうさっきあのクロちゃんが言ってくれたように、自分本当ポジショニングっていうところをすごい大事にしてるので、うん、やっぱその立ち位置だったりで、ボールを受けて、まあ、パスだったりドリブルだったりシュートだったりっていうところをが自分の強みであると思ってるので、うん、まあ、そこを見ていただければなって思います。はい、ありがとうございます。南野選手いかがですか？僕は、まあ、左利きっていうのがやっぱ強みだなと思ってて、その左足をやっぱ使ったプレーっていうのは見てほしいなと思いますし、自分の強みとしてやってるんで、まあシュート中心にそういうプレーは見てほしいなって思います。はい、ありがとうございます。はい、追加していいですか？はい、黒瀬さん。いや、石津さん、自分の印象ですね、えぐいミドル打つっていう。あ、毎年1本ぐらいあるんじゃないですか？あります。出します。うわー、じゃあ楽しみに。すごいっすよ。出します。石津法、はい、いいですね。はるみはあのシュートって左だったんですけど、はい、背後の動き、うん、ありがとうございます。見てもらいたいなと思うので。足早いっすからね。うん、いや、速いですよね。速いっすよ。うん、やっぱりなんかこうポイントを教えていただくと、よりサッカー観戦が楽しくなるというか、うん、そういうとこを見ながらね、ぜひ皆さんも応援していただきたいと思います。そうですね、あのいろいろお時間の問題もあってちょっとテンポよく行きたいんですけれども、はい、どうしても聞きたいことから優先していっていいですか？石津選手、はい、何のジェルを使ってるんでしょうか？一番欲しいやつ、うん、もう今キンキンで使ってるのは、はい、あのドンキホーテのあるやつです。ドンキで買ってるんですか？はあ、いろいろ使ってきましたけど、今日それこそその話してたんですよ、ジェルの話。で行き着いたのが、自分はドンキのジェルがめちゃめちゃ相性がいいですね。そうなんですね。はあ、ドンキで普通に売ってるチューブのやつみたいな。なんかドンキ、多分ドンキが出しとうやつかな。そういうことですか？多分。で黒いやつがあるけど、いや、そんなにお高いわけでもなく、全然400円とかじゃないですか？
4,500円じゃないですか。マジっすか。はい。でそのなんかめっちゃ有名なロレッタ、なんかロレッタってやつも使ってたんですけど、うん、でやっぱ使う量が半端じゃないんで、その取る時の労力もやっぱ試合終わってシャンプーその取る時の労力が、あ、そういうことで、はい、洗い流す労力、はい、だからそういうのもいろいろ加味した上でやっぱドンキのジェルが一番でしたね。なるほどね、コスパもいいし、はいはい、洗いすぐ どんぐらい使うんですか。え、結構使うんですか。結構使う。あ、そうなんですか。でセットしてちょっと乾いたぐらいに、はい、あのヘアスプレーおーでさらに固める。へー。で触ったことあるんですよ、俺のその試合前の髪の毛。はいはいはい。あの初見はさすがにビビってました。さすがに違いない。どんな感じでした。いや僕もジェル使うんですけど、はい、まあ去年とかを使っててあんまなんどうやって固まるかなと思っててそのすごいサポーターさん今確定しましたね。ドンキのジェルをこんなんなるんやって思ったんがその石津選手のあの固まり具合、パリパリですね。髪の毛かっていうぐらい、まあ、そこだけはめちゃめちゃすごいと思ってます。うーん、はい、なんかすごくなんでしょう、宣伝効果がありそうじゃないですか。 J リーガーが試合に出ても崩れない。はあ、いやこれは宣伝した方がいいですよ。はい、あ、でも彼これもずっとやってるんですけど全く話はいただけてないですね。コスメ出してほしいですね。間違いないですね。 CM とかねいけそうですよね。それが一番気になってたので、あ、すいません。そしてあの南野選手にもお伺いしたいなということがありまして、はい、あの50の質問っていうのがねホームページに載ってるんですけど、 A 券12級を持ってるっていう風に書いてありまして、はい、そしてさらには今ドイツ語の勉強もしたいみたいなね、はい、感じで思あの書かれてたんですけど、こう勉強する時間とかってあったりするんですか。いや、ありますよ。 お忙しいんじゃないかなと思いますけど、なんかサッカー選手ってやっぱ忙しいと思われがちですけど、やっぱ練習してるってまあ2時間って限られてますから、まあ、それまあそれ以外にもケアとかもありますけど、その体その時間拘束されてるのは2時間ぐらいなんで、まあ、それ以外はまあ大体何ストレッチしながらでも別にやろうと思ったらやれますし、うん、その時間はあるかなって思ってます。はい、どういう風に語学を今勉強されてるんですか。英検はね、僕がそのガンバ大阪にいた時にユースの方でその英検を取ろうっていう流れがあって、で、まあ、僕準2級まで取って、2級の一次試験まで合格してたんですけど、すごっ、はい、で2級は結構すごい、2級はすごいですよ、はい、で、ね、いろいろスケジュールトップチームの方帯同してて、で二次試験はあんま受けられずに終わっちゃったんですけど、まあ、一応持ってるのが準2級って感じですね。それ、うん、はい、資格はそんな感じです。ある程度わかる英語。英語は、はい、会話ぐらいなら、あの海外行った時とかも会話ぐらいなら多分できると思うんですけど。すごい、はい、でもまあ今後海外とかもね行くかもしれませんし、そういうところでもね生かされてくるのかなと思います。そして本当たくさんねあのツイッターの方もいただいておりまして、すっごいジェルの話してますよ皆さん。そんな食いついてます。はい、もうあのドンキのジェルこれかなとか、ドンキに行けば石津さんになる情熱価格。いやでもやっぱセットの仕方が大事なんですよね。タイミングだったり、うん、その自分と同じ特集したいな。自分と同じジェルを使ったからって言って多分なるのはどうなんですかね、分かんないです。いやこれ多分あの彼のインスタとかその SNS で発信した方がいいです。あの僕もあのプロ のサッカー選手とかその有名アスリートの髪型どうやったらあんななれるんやろなってずっと思ってたんで、それは期待したいですね。じゃあそれ YouTube でやらせてもらってもいいですか。企画なります。再生数とかもう気にしちゃうそうなんですけどね。いや大丈夫ですか、みんな見てくださいよ。そしたらめっちゃバズるかもしれないですだって気になってる人がここに 1,2,3,4 皆さん気になりますよね。4人しかいないですよ今のところ。いや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 、ちょっとここはアピールしていきましょう。そして2人いい距離感ていけばいいサッカーするよねというつぶやきもありますね。いい距離感と言われてますよ。はい、もういや一緒のタイミングで出たいっすね。まあ出場ね、出場、はい、そうですね、はい、ちょっと次節期待しておきたいなと思います。ではですね、
最近ハマってることとかも聞いてみますか、お二人。なんかこうプライベートで、なんでしょう、あります、これハマってんだよねみたいな。ストレッチ。おお。なんかここに来て、あの開脚180度のあのあれあるじゃないですか。はいはい。ちょっとなってみたいなっていう。あ、なってるわけではないですか。あ、なって、全然今もう最近それにするためにあの頑張ってストレッチしてます。おー、あー、いいね。ちなみにどのぐらいの時間かけてやるもんなんですか。いや、まあ、風呂上がり、まあ、30分ないぐらい、まあ、頑張ってやってますね。はい。南野選手なんかハマってることある。ハマってること、サッカー以外やることマジで決まってるんで。え、何を。ん、 YouTube 見る、ゲームする、サッカー見る、ドレカス。何の YouTube 見てるんですか。 YouTube はね、ね、ウクライナ人の YouTuber2 人組でやってるあのサワヤンチャンネルっていう YouTube 見てて、めちゃくちゃ 大, そう、ね、大パンとかよくやってますけど、 あれ見たりとか、あとね、兄弟生の YouTuber でイダチャンネルっていう YouTube チャンネル、多分あんま知ってる人多くないと思うんですけど、イダチャンネル、はい、めちゃくちゃ面白いんで、あの調べて見てほしいなって思います。結構ね、あの、まあ、兄弟生なんで、あの結構ね難しいこと言ってるんですけど、まあ、頭の回転やっぱ早い、面白い人ってやっぱ面白い、見て、うん、その見たりとかですね。はい、結構いろいろ知ってるんですね。はい、全然知らないですよ。全然知らないです。あ、そうなんですか。現代人ですから。一応ね。誰が。なんかお二人は、私の勝手なイメージですけど、テゲバの新加入の中で特に謎めいてた存在なんですよね。マジっすか、うん、俺謎っすか。はい、非常に謎、どんな感じなんだろうって今日もドキドキしながら来たんですけど、思ったよりこうフランクと言いますか、めちゃめちゃフランクですね。すごくびっくりしております。はい、では最後にお二人の今の夢をお聞きしたいなと思うんですけれども、夢、ぜひサッカーのことと、なんかそれ以外のプライベートな目標、夢、一つずついいですか。いや、もうサッカーはもう一択なんで、もう今年テゲバーをやっぱ昇格させる、もうそれだけですね、本当に。はい、ありがとうございます。プライベートな目標は、プライベートの目標、開脚以外がいいです。開脚、いや、100人と開脚ってやっぱ開脚以外がいいです。ちょっと考えておきます。わかりました。はい、一旦南野選手のターンに、はい、やっぱサッカーはね、点取る、続けることですね。点取るってやっぱ、まあ、どうなる、難しいんか簡単なのか分からないですけど、やっぱ点取り続けるっていうのはやっぱ難しいと思ってるんで、それを取り続けて、まあ、サッカー引退する頃に、いや、こんだけ取ったんかって思われるぐらいの選手になりたいなって思います。はい、プライベートのことはね、今石津選手に服とか、おしゃれコーデとか教えてもらってるんで、逆に石津選手に、いや、このブランド知らないんですかって言われるぐらいまでなりたいなって思います。おお、はい、そんなことも教わってたんですね。そうですね。素敵な関係ですね。やっぱもう基本ジャージが多いじゃないですか、やっぱ選手もそうですよね。はい、だからまあ、一応じゃないですけど、夢を与える、そう、ね、まあ、職業なんで、いつ見られてもいいように、うん、やっぱ私服だったり、それが大事だよっていうふうには、まあ分かってるけどね、恥ずかしい。今日の私服、石津選手からご覧になってどうですか。いや、もう、はい、いいしょ、まあ、いいんじゃないですかね。で、これジーンズなんです、今日履いてるやつなんですけど、うん、自分が使わなくなったやつ一応履いてみなって言ったら、まさかのもうジャストでぴったりで、これ自分のこと結構足短いスタイル悪いなとか言ってたんですけど、自分に跳ね返ってきてました。え、だからお下がりってことですか。あ、もらいました、ね、はい、これは。はい、なんかすごい知らないとこでイチャつかれてる感じですね。では曲いきましょうかね。はい、石津選手からのリクエストナンバーでございます。山下達郎でずっと一緒さ。テゲバコネクト。
さあメールご紹介していきましょう、ラジオネーム月のしずくさんから、石津砲を打っても崩れないジェル発売中って CM 決定ですね。おー、ありがとうございます。もうぜひぜひ開発お待ちしておりま ます。続いてラジオネームまだ無職池崎さんからいただいております。まだ無職だったんですね。そう、この間会社員池崎だったのよ、ちょっと前までは。あ、会社員、うん、あ、そうなの。無職池崎になっ、そんな掘り下げる時間ないの。そうすね、はい、奈々ちゃん、黒瀬さん、石津選手、南野選手、こんばんは。まずは福島戦お疲れ様でした。南野選手の J 初ゴールを現地で見れて非常に誇らしい限りです。ゴールの後サポーター席に駆け寄って一緒に喜びを分かち合った瞬間、本当に嬉しかったです。さて、そんな南野選手ですが、ゴールパフォーマンスにハンドサインを使用していた気がします。これは何か意味があるのでしょうか。また石津選手も手際でやってみたいゴールパフォーマンスはありますか、教えてくださいといただいているんですが、南野選手、はい、意味は、マンチェスターシティのアルバレス選手、あのアルゼンチン代表のね、はい、アルバレス選手がやってて、うんうん、まあやっぱ僕その選手結構好きだったんで、その何やっぱ憧れもあって、うん、ああいうねパフォーマンスになりました。やっぱちょっとやろうって決めてたんですか。まあパッて思いついたっていうのもあるし、まあいいなって思ってたんで、うん、やろう、まああの瞬間やろうって決めました。でも本当みんなが笑顔になってね、素敵なシーンでしたよね。石津選手、何かやってみたいパフォーマンスありますか。あのよく海外で、あのなんすか、膝で滑ってシューッとするやつあるじゃないですか。はいはい、ちょっとやってみたいんですけど膝が怖いですね。膝ね、確かに痛そうですね。いや、そうっすね、ね、あれ失敗したら本当に危ないなって思って見てるんですけどね。選手生命に関わりますからね。 そうそう、ありがとうございます。続いてラジオネームファイトパツパツさんからいただいております。奈々ちゃん、石津さん、南野さん、黒瀬さん、こんばんは。まず南野選手、前節はナイスゴールでした。ありがとうございます。今度の山賀戦は南野さんの2点目、石津さんの記念すべき手際1点目を本当に楽しみにしています。ところで石津さんに質問です。はい、香水は何を使っていますか。すごいな、いいね、素敵な香りで女性がうっとりしています。真似しますといただいて。真似します、うん、お揃いにしたい方が。ええ、いいね。でいっぱいあるっすよね。今日ちなみに何ですか。今日は、まあ、マルジェラの香水を使ってるんですけど。マルジェラの男なんですね。あ、結構自分香水レディースしか持ってないですね。メンズの香水少ないです。もう素敵な香りという風にどこで嗅がれたんでしょうかね。はあ、もうついちゃいます。ラジオネームニューリッチタウンの住人さんからです。皆さんこんばんは。3試合見ててゲストお二人の共通点を見つけました。それはピッチ内での圧倒的な存在感です。これからも手際サッポを興奮させるような熱いプレーよろしくお願いしますといただいておりました。はい、はい、そしてですね、もう他にもねちょっとご紹介しきれてないんですが、たくさんメールいただいておりました。ありがとうございます。あっという間に番組エンディングなんですけれども、はい、ちょっともう今日もたくさんの観覧の方も来ていただいておりますし、はい、お二人からサポーターの皆さんに最後一言ずついただきたいなと思うんですが、南野選手からいいですか。まあ選手、初勝利して、勢いに乗っていかなければいけない、勢いに乗っていくチャンスだと思うんで、まあ、僕たちも頑張りますんで、ぜひ熱い応援をしていただければ僕のとチームの力になるんで、ぜひよろしくお願いします。では石津選手お願いします。いや本当、こんな時間に、平日、たくさんの人、本当にありがとうございました。今週、首位松本戦ですが、必ず勝って勝ちます。ありがとうございます。さあということで、今お話もありましたけれども、今週3月26日松本山雅 FC とのアウェーゲームになります。宮崎から、そして現地に行かれる方もね、応援よろしくお願いします。そして、次のホームゲームは4月2日ですね。この日は100円ということで、普段来たことのない方もねお誘いして、ぜひ集まっていただけたらと思います。ということで、この番組ラストはみんなでテゲバイバイっていうのを言って終わるんですけど、お二人も一緒に言っていただいてもいいですか。
言っちゃいましょう。ありがとうございます。さてということで今日もあっという間の60分でした。皆さんお付き合いくださりありがとうございました。テゲバジャーロ宮崎全力応援番組テゲバレイディオ、また来週です。せーの、テゲバイバーイ。